よし、じゃあ頑張りましょう。来た。元気にしてた？そう、天眼さんのことを感謝しています。どんな困難にぶつかってもポケモンと乗り越えてきたのね。それはどんな時でも自分に勝ってきたということ。そうして学んだ強さ、君たちから伝わってくる。さてと、ここに来た目的は分かっています。ポケモンリーグチャンピオンとして君と戦います。始まったー。チャンピオン白だ。フルバトル、ミッカルゲ、オンミョン。きついな。プレッシャー。ゴーストだもんな。レベル差もそんな大きいわけじゃねえ。フレドラ半分。やつの攻撃による。なんか食ったし。大きく回復したね。はい、やばい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 。カルマ落とすわけにはいかんからな。誰がいいんだよ。効果力ブレバー、ワンチャンの雷。でもこの後ライトニングかグラスにはミロカロスを倒す役割があるからな。最近ね、痛い。70%。雷当たった。オッケーオッケー、だいぶだいぶ急所。ナイス。さらに麻痺。ナイス。よし、動けない。ナイス。この間にカルマ回復してよ。やつが動くかどうかは分かんない。いやー、あっちも回復してきたか。あ、今のは俺が使った方か。結局あいつも回復したか。まあまあ、よしじゃないか。あ、違う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 。もう一度雷かな。当たってくれたら、嬉しい。よし、当たった。麻痺は来なくても別に。あー、バイカー組まない。シャドーボウ！いったー！いちてて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 て。きついな。あんま相性良くないな。でもディオ出そうかな。格闘入ってるからもうすでに相性悪いのよな。波動！悪の波動！いや、全然効かん！切るんだ！退場。ライトニング蘇生したい。ライトニング蘇生したい。誰行く？誰行く？微妙だな。鮭？いや、カルマはまず無理だから。ホークアイ！君に決めよう。シャドーボー効果なし。オッケー、ブレバで落とせ。微妙に残すとまた回復されると思うから。オッケー。11効果。いや、もっと甚大なダメージ受けてんだけど。こっちはミロカロ来たー。ここはグラスで。どっちがいいかな。一応根っこの効果で吸い取り強化入ってるけど、
暴れるか。ちょっと積み技積んでる余裕ねえなこれ。はい、やばい、レトビ耐えろ、コールだ。やったーフラグー。あ、火炎玉持ってる。あ、よし、こういうとけた、ラッキー。なんで火炎玉持ってんだミロカロス。あー、このままで。もう一撃花びらの前が残ってる。オッケー、ワンパン取り返した。次どっちだ。神速、ここで技覚えます。必ず先制80。龍、でもここで龍切るの嫌だな。悪の波動もせっかく覚えさせたしな。コメットにしよう。しょうがない。崩壊。ロズか。じゃあカルマだ。ロズ、ルカリオが来ると考えたら、そのまま立っててもらおうか。いや、こっちだ。フレアドライブ。反動ダメージならまだ安い方。まだいけそうな感あるけど、最後のポケモンがきついんだよな。ライトニング落ちちゃってんのか、悲しいな。もう一回フレア。フレドラ。オッケー。くー、次のポケモンカルマも、まあ落ちてるけどライトニングも役に立たんからな。ガブリアス。鋼なんだよな。シャケマルもシャケマルで、多分こっちの方が負けてるから弱いんだよな。地面ドラゴンで炎は半減か。草も半減なんだよな確か。ここまで追い詰められたのいつ以来かしら。エース来たー。66。竜の発動。いやー、自信くるよね。ワンパンかよ、きついな、そうなると。やだー。やだー。フォークアイ立たせて、誰が一番相性いいかな。多分、フォークアイは自信効かないから相性はいいと思うんだけど。ブレイブバード。剣の舞、積んできたー。でも攻撃は下がってるから攻撃自体は一段階強化なのか。頼む。あー、サメ肌。いて。何してくるかによるな。グラスがいけるかなって感じか。ドラクロ耐えてくれ。あー、やばい、グラス先行取れねえでしょ。シャケマル立たせてグラス回復かな。
危ない。バトルすんな、バトルすんな。立たせらんないよな。これグラス決めてくんなきゃ終わるぞ。多分まだ回復持ってるよな。お前吸い続けろ。はい、終わったー。強すぎ。出直しか。いやでももう確実に終わりなんだよな。いっけー。あ、終わった。耐えてくれ。はい、終わったー。あー、マジか。出直しだー。負けるか。そんなギリギリだったか。はあ。もう一回四天王やり直しなんだよな。オッケー。じゃあちょっと鍛えてきますか。さあ戻ってきたぜ、シロナの姉さん。まあいろいろと頑張ってきたのでね、その成果を発揮できるといいんだけど。チャンピオンシロナ、さあまあ陰陽いきなりなんだけど、ちょっと順番的にカルマを前にちょっと置かせてもらってるんだよな。殿堂入り後に多分カルマ一番に来てほしかったからここに置いたんだけど。で、一応ポケモンもねかなり育ててカルマは71まで行ったと。で全員の相性全部分かってるんだけど、マジカルシャインしか対抗策なくて耐えてくれるか心配ってぐらいかな。技の構成も若干変えてたりするからね。四天王を3周ぐらいやってわざと負けて帰ってくるっていうデスルールは繰り返して育てたんだけど、あー抜群。あー、これ先行取れるか。シャイン、オッケー取った。4倍弱点。あー、そんなね、なんかミクンじゃなかったっけ。まずいな。ぶっちゃけば、ここで耐えるか落ちるか。いや、耐えた。友情パワー。いや、この後グラスまだ役割あんだよな。攻略の鍵はグラスが握ってんのよ。はい、マジカルシャイン。あー、多分回復してくるな。これはしゃあないな。グラスを蘇生するために誰だ、ホークアイか。いや、リオでいいや。とりあえずリオに犠牲になってもらおう。とりあえずただ立たせとくだけでもいいからな。元気のかけらと、このターンあいつは回復してくると思うのよ。やっぱりね。まあ、そうだ、そうするだろうなって感じだわ。61か。グラスに回復ぶち込んどくのが吉だよな。シャドボ。リオがどのくらいミカルゲ削れるかによるんだよな。神速は意味ないわ。竜の波動かな。もう一回リオ耐える。いやー耐えねえか。あー、難しいな。グラス出して、
社員2回で落ち。あーやべえ、ギリギリだな。社員2回で落ちる。回復すんなよ。回復されなければ先行取ってるから。いやー社員の数が足んねえ。よし、オッケー。一旦引っ込めか。相手によるな。シャケマル育たねえよな。オッケー、ミロカラスか。ならそのまま吸収してやろう。レベル勝ってるから素早さ取れるんじゃないかな。あ、そうか、プレッシャーか。あー、しまった。プレッシャーのこと考えてなかった。まずいな。多分冷凍ビームかな。また凍るなよ。 OK、 凍らなかった。とりあえずギガドレして、あ、回復か。あー、危ね、びっくりした。謎の遅延何。どのくらい回復するかな。うわ、微妙。PP リカバー系っていけたっけ。バトル中プレッシャーのこと忘れてた。とりあえず一旦ギガドレして、あ、相手落ちたわ。4倍か。あと2匹？誰と誰？ OK、グラスアップ。レイドか。カルマ立たせて、その間に PP 回復できたらいいな。レベル差あるから、まあ、ワンパンはないと思うから、PP ってあるかな？あった。一つの PP を回復するやつでいいから、エイドか。お、マジカル社員。ヘッドバック、かわす。ガブリアスがいるのか。とりあえずルカリオとロズレイドはカルマが落とせるから。やべ、結構削れたな。オッケー、自然回復、自己治癒。リオの回復、まあ多分リオは生贄になっちゃうので、フレドラにしよっか。確実に落とそう。相性がいいのがほぼいないのよ、ガブリアスに対して。でまだ回復1回分残ってんのかな、やつは。ルカリオに対してもうフレアドライブでいっか。フレドラ、オッケー。でガブリアスに対して、ガブリアスのシャケマルか、グラスちゃんしか対抗策なくて、シャケマル多分負けてんだよな。オッケー、カルマよし。だからグラス、シャケマル以外は、あ、間違えた、ほぼ生贄要員だと思っていい。蘇生用の生贄要員。シャケマルがどこまで押せるかによる。はあ、だいぶこっちも追い詰められてんだけどね、後がねえのよ。素早さどっちが上かな。本当は冷凍ビームとかの氷技があれば4倍弱点で
ワンパンで沈められたんだろうけど。流星群。上か、剣の舞、積み技か。まずいな。頑張ってくれ、シャケマル。一番の新参者だ、お前は。やれ。いやー、回復来るかも。回復読みで、このままシャケマルのまんま行こう。まだまだよ、こんなに楽しい勝負、簡単に終わらせない。流星群の効果で特攻さガクッと2段階下がってあんま聞きづらいけど、次のグラスちゃんがとどめさせるぐらいには減らしたい。あ、やった、急所に当てたか、お前。よっしゃ、お前ナイス、シャケマル。ふぅ、ガブリアスが辛いんだよな、うちのパーティー。いやー、対策で回復したけど使わなかったな。さっきまでの君は最強のチャレンジャー、そしてたった今最高のポケモントレーナーとしてチャンピオンになったのね。いや、きつかったー。多分過剰にレベル上げしすぎたな。3周もしなくてよかったかも。お見事です、素晴らしい戦いだったわ。ポケモンが最大限力を発揮できるよう応援しつつ、冷静な判断で見事勝利した。うん、冷静な生贄要員とか呼んでたけど、冷酷だった。その情熱と落ち着き、二つを合わせ持つ。君とポケモンなら、いつだって、どこでだって、どんなことでも乗り越えられる。戦いって、そう、楽しいの。あ、違った。そう思ったの。神話地方の新しいチャンピオン誕生ね。さあ、そのリフトに乗って。ふぅ。もう勝手に進むんだ。あー、よかった。カルマ一番上にしといて。あー、びっくりした、急に止まったから俺に捜査権くんのかと思った。この先にあるのが殿堂入りの部屋。あー、来た。博士いつもカバン持ってますね。ラキア、さっきの戦い見事だった。どこで見てたんだお前。あら、七カマド博士。うむ。ポケモン図鑑の手伝いを頼んだ子供がここまで来た。その成長を見届けるのが当然だろう。ラキア、なんというか大人になった。すごく頼もしく見える。相変わらず子供がお好きなんですね。あ、シロナだったこれ。ラキアさん、こっちに来てくれるかしら。七カマド博士もどうぞ。最後の最後にちゃんと呼んであげたわ。いやー、旅が終わる。久しぶりだな、ここに入るのは。そうなんだ。私がチャンピオンになった時だとすれば、かなり昔のことですね。何年前の話してる？さて、ラキアさん、この殿堂入りの部屋に、刻むのは君たちの名前。残すのはここに来るまでの旅の思い出。さあ、ポケモンリーグの厳しい戦い、勝ち抜いた、君と共に戦ったパートナーのポケモンをこのマシンに記録しましょう。いやー、この6体それぞれに思い出あるわんな。殿堂入りおめでとう。カルマ72レベル。お前一番最初からよく頑張ってくれたよ。ホークアイ68レベル。君も割と最初からいるね。君もだ、ライトニング69レベル。グラス、お荷物アイドルだったとは思えない成長ぶり。リオ、比較的新しい仲間だけど、夏希、なかなか苦労したね。シャケマル、お前よく頑張ったよ、ほんと。一番新参なのに。終わったー。プレイ時間27時間14分。ああ、こっからエンディングか。ポケットモンスター、ブリリアントダイヤモンド。自転車漕いで帰るやつだっけかな。ああ、いやー、ブリリアントダイヤモンド、これにて一応、
ストーリーの方は終了かな。一応図鑑集めコンプしてるので、なんだろう、殿堂入り後の要素も遊べることは遊べるんだけど、それはまあ一応動画にはしようと思ってるけど、そんな、なんだろう、長々しくやる予定はないので、さっくり別荘手に入れるとこまではやりたいなと思ってるし、追加要素じゃねえや、そのクリア後の要素のなんだっけ、フロンティア系とかは挑戦するつもりないからね。ただぐるっと3つぐらい街があったかな、それ回って別荘手に入れて終わりかな。まあこの作品なんかまあいろいろあったり、一応自分もね、一番最初にやったポケモンシリーズがダイヤモンドだったから思い入れあって、その思い入れ補正とかの解雇中的な考えももちろんあるんだろうけど、それあってもまあ全然良作、いいリメイクだったと思うんだけど、まあちょっとやっぱ道中で何度か言ってたんだけど、操作感というかスティックプラス B ボタンでダッシュで良かったよなと思うんだよな。一応ちょっと前にね、ポケモンソードの方をプレイして、操作感どんなだったっけっていう風に思ってプレイしたんだけど、どうもね、そのソードシールドと同じぐらいの感じでスティックでキャラクターが移動すんのよ。でこの作品って結構マップちっちゃいからさ、その感じで動くと絶対何かしらに衝突してキャラコンミスるし、まあ、あの天眼山の仕様とかもどうなってんのかな、あの段差。どうもあれ検索ツイッターでかけたところ、やっぱ いっぱいその十字キーでやってんのにいけないっていう意見かなり多かったな。あれはもうちょっとほんとどうにかしてほしかったな。スティックの操作もそうだし、十字の天眼山の事件もひどかったかな。どうもこのゲーム、オリジナル版と同じようにバグが多いらしくて、そこまで再現してんのかみたいな面白い意見もあったね。あとなんか言いたかったんだけど、なんだっけな、まだエンディング続くか、なんだっけな、何か言いたかったんだけど、あー、なんだっけ、なんか不満に思ってたことがあるんだけど、操作感じゃなくて、操作感とバグに関してじゃなくて、もう一個なんか、なんだっけな、あ、思い出した、あれだ、これオリジナル版と比べてそのリメイクによる追加要素ってのがほぼなかったり、あ、今ビーダルも出てるけど、あれだね、そこも秘伝技使うときにキャラクターがビーダルとビッパしか、まあ空を飛ぶとかキリバラやムクホークしかいないってのがちょっと残念だったかな。別に古いポケモン使ってもいいから、ワンリキーとかその辺の地形にあったやつで、岩砕きとかゴーリキーの怪力とかでもよかったと思うんだけどね。あー、でもマカバに戻ってきてんな。うん、そのなんだろう、リメイクでの期待値ってのが上がってるから仕方ないんだろうけど、その追加要素、リメイクによる追加要素がほぼなかったから、仕様変更、ポケチとかのね媒体の違いによる仕様変更はあったけど、大きなキャラクターの、例えばリアルガに新しいフォルムが追加みたいなのはなかったから、その辺はちょっと残念だったかな。まあ多分それアルファルビー、あ、オメガルビー、アルファサファイアの影響がでかいんだろうな。あれだいぶそのキャラ、ポケモンの強化とかも変わってたからね。まあ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 、全然ねそんなこと抜きにしても全然面白い作品なので、初めてねダイヤモンドとかパールに触れる人は全然問題ないかな。これをそのリメイクでめっちゃ楽しみにしてたとかで触れたら、がっかり感味わう可能性の方が多分でかいんだろうけど。はい、まあというわけでね、ポケットモンスターダイヤモンド、あ、違うブリリアントダイヤモンドは、とりあえずストーリーはここまでかな。
で、まあ、レジェンズアルセウスの方もね、実況やる予定なので、そちらもよろしくお願いしますと。というわけで、ダイヤモンド、ブリリアントダイヤモンドはここまで。それではまた次回。バイバイ。